ていいと思う。ということで171人目のゲストです。そんなやってんの、はい、自己紹介お願いします。はい、温めてプリンのデイジーです。やっちゃうよ。気色悪い。お願いします。気色悪いって前呼んどいてなんだよお前。温めてプリンっていうのは何すか、うんうん、AV 男優かなんかされてるんすか。何か分からへんから、ね、どういうの食べてたらそういうひにくれた人になるの。なんすか温めてプリンって。よく分かった。温めてプリンっていうのは、はい、ほらあのみんなにね、はい、あったかい雰囲気が欲しいなってお願いしてんの。足がじゃ何をしてるやつか言えてね。あそっち名前の由来聞いてへんわ。芸人なんですよ、ライジングアップで。ライジングアップ、はい、漫才。そう、マッハ先輩。そう、芸歴はどれぐらいですか。私は4年目。え、で今年齢おいくつですか。40 36から始めたってこと。そう、36にお笑いの養成所入って。どこの。渡辺よ。わー、わー高いとこや。でなんでライジングアップなんか行くの。いやなんかデイジーと仲良くしてくれそうな芸人がいっぱいいそうな事務所探したとこかなみたいな。で入ってコンビ組んでるってこと。そう、白石誰からも愛されたいっていうね。相方は誰。え、で今言った白石誰からも愛されたいっていう。何ちゅう名前やねん。芸名なんだけど、うん、まああの何だろう、可愛いおっちゃんみたいな。と組んでんの。そう、年下だけどおっちゃんみたいな。年下なんや。2つ下相方。うん、でも見た目10個向こうの方が上そうに見える。老け顔で。そうそう、が温めてプリン。そうなので36は、36までは何をしてたの。いい女になる準備かな。今これ性別は何なんですか。聞いて。性別女。あ、いや、あなたの個人的なね、とっかかりは分かるけど、今ね、時代的に女です。性別はって言ったら女です。生まれた戸籍は男。どこで女になったの。そう、タイ。タイ違うよ、何歳でなったの。あ、どこでってあれね。あ、そうそうそう、32歳の時。 え最近や。32まで。遅い遅い、本当遅い。男性で生きてた。あ、まあそうね、戸籍はね、心はずっと女だよ、よろしく、うん、え、もう物心ついた時から心は女。そうそうそう、だから心に体を合わせました。なるほど。え、昔からずっと女だよ。そうそうそう。恋愛経験はあんの。結構多い。相手は男性、ね、女性。初恋は女の子だったんだよ、小学校の時。おーおーおー。だけどそれ以降はもうずっと男の子好きになっちゃう。付き合ったことあんの。付き合ったの3人くらいかな。それは最後まですんの。するそうでしょ、手繋ぐだけ。今はいるの。あ、パートナーは今いない。なんでいないの。なんか今ほら芸人始めてからさ、いろいろこう高みを目指すようになっちまって、うん、わかる、うん、知らんけど。なんかテレビに出ようとしてんのよ。あ、なるほど。売れようとしてんのよ、うん、ってなるとさ、地元の男じゃ物足りないよね。やっぱりちょっとレベル高い男じゃないと付き合えないわ。じゃないと嫌ってこと。なるほどね。なんかほらお互い高め合っていけないと無理じゃない、うんうん。なんかちょっとね、イチャイチャだけのもうさ、年的にもそうじゃないし。体も女性。そうそう、じゃ戸籍が女になりまして。そうなんです。体もなったんや。そうです、銭湯も女風呂じゃないと捕まっちゃうよ。ここもここも。あのここだけやった。ここはやってない。ここはアパッと一緒。お胸は自然と出てきた。あ、注射とか。注射で。そう、ここはもうどうなってるの。ここはあの多分メス入れて縫って女の形になってる。ちなみにでもあれよ、ね、あの注射だけじゃおっぱいできないから、私ちょっとね、奇形なの。あ、逆に普通出ないのよ、うん、私異端児なの、本当に。あの仲間内でも注射だけじゃ出ないから、おっぱい、出ちゃったのよ。触っていいの。ダメだよ、お前。服の上から、服の上から。ダメだよ、やめてよ。こっちやったらいい。やめてよ。こっちは男入れれんの。男の子。うん、ウェルカムですけど。あ、入れれるなってんの、ええ、普通に入んねや。うん。え、でもあんまりしないけど、ね、したことある。その女になってからここが2人した。してんねや、うん、でももうかれこれ2年ぐらいしてないね。それが気持ちいいの、女性になってから。確かに確かに。あ、これ不思議なんだけど、相性がいいと気持ちいいけど、うん、相性が悪いと痛いっていうか。痛い、うん、なんか苦痛。これいくらかかんの。私はね、工事費、うん、本当に70万でできる予定だったんだけど、日本円でね、うん、ちょっと保険かけたから、うん、失敗したらもう一回直せるみたいなオプション付きにして、120万ぐらいだったかな。
あもしもの時をね、病気とか抜いてね。まだなんかしなあかんの？もうほっといていいの？ずっと。あ、やっぱピアスの穴と一緒だから定期的にちょっとメンテナンスいいんじゃない？そうそうそう、こうね、突っ込むっていう。ちょっと触ってみていい？ダメですよ、服の上から。ダメダメダメだって、女の子やねんから。そうよ。はー、それ許したらみんな OK になっちゃうじゃん。まあね。好きなタイプは、ね、好きなタイプはね、なんかちょっとね、カツ入れつつも優しい人。じゃあ俺や。いや、あの全然どっちかっていうと勝つも優しいもんまだ感じてないんだけど、どっちかっていうと俺やろ。なんでここの世界線で比べないの？俺は俺だろ。どっちかで言うと例え話やから。そうそう、どっちかで言うとやん、うん、どっちも何も感じないんだけど、どうしたらいいの？なんでそんな言い方すんの？これから感じていこう。うん、そうそう、だから今日楽しみだったの。あ、そうなん、うん、で、それはもう全員知ってんの？親御さんとかこの、うん、あ、家族か。ネタでも言ってるし、知ってるはずだけどね。今そういうお店で働いてんの？普通のバイト、うん、警備員。これで、うん、めっちゃあれよ、トラック相手にやるよ。頭ケツどっちっつって。普通、そういうお店で働いた方が稼げるやん、絶対。おしゃべりもできるし。確かに嫌な、それは。え、なんかさ、わかんないんだけどさ、うん、大阪に生まれた子が全員芸人目指せって言われてるような感じじゃん、それ。まあ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 、だから別になんです。うん、なんかじゃあ警備の仕事って大変やけど。だって警備ってその場だけやったらもう終わりじゃん、得されないじゃん。え、じゃあそのバイト代で一人暮らしかなんかしてんの？うん、あ、一人暮らししてる、杉並区民で。収入はもうその警備のバイトだけ、うん、警備と、うん、ほんのちょっとだけ Google からもらってる YouTube。 そうそうそう。え、ほんのちょっとだけ、本当にもう数千円よ月。なんていうチャンネル名でやってるの？デイジーチャンネルっつって。デイジーチャンネル、うん、何人くらいいる？そう、まだ2000人ぐらいよ。おお、でもすごい。もうそれずっと一人で、うん、そう、あのコロナ禍に入って何もできなくなったじゃないな。その時にタロットカードを始めて。占いか。そうそう、で始めてみたらなんかそのぐらいになっちゃってね。だん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 、ありがたいことに。はい、今日タロットカード持ってきてる？持ってきてないよ。なんでやねん。おい、それはいいだろ。占いよ、キスやったらいい？あ、まあ、それはさしてよ。なんで一期一会って言葉してる？まあね、もう会うことないかもしれない。ほんまに、マジで。一期一会の意味は知ってるけど。そういうことよ。キスです。じゃあ、目つぶっていいよ、じゃあ。やだよ、恥ずかしい。バケツある、バケツ。バケツはないね、バケツはええねん。なんだ、そのタロットはじゃあ、その人増えたってこと結構、うん、当たるというか。あ、そうっすね、結構参考にしてもらったりとか、なんか元気もらってるみたいよ。なんか私と YouTube でありがたいことに泣いちゃう、感動するとかね。なんで泣くの？やっぱりほら、魂を揺さぶること言うから、私が。そうなの、うん、なんかちゃんと忖度なしに行って、刺さる時に刺さる。自分のことは占わないへんの？あ、たまにやるよ。どうなん？いやもうね、売れそうなんだ。しんどいよ、自分の占いやると。なんでしんどいの？正直、タロットは絶対嘘つかないから。なんでしんどい？自分占ったら嫌なカードとか出たらってこと？だってさ、自分の嫌なところズバッて当てられたらやっぱりショックじゃん。やっぱそうかみたいな。おー。で、ちゃんとその通り嫌なこと起きんの？確かに。改善できたりするんじゃないの、そんな。なんかね、当たる当たんないとかじゃなくって、今このままこの方向性いったらこうだよっていう感じだからさ。もう逆らえへんの？じゃあもう出た通りになってしまうってこと？いや、そこは自分の意思で変えていくから、未来はさ、その通りに参考にしたり、いや、ちょっとでも抗ってみたりとか。それ何年？タロット歴は。タロット歴はね、3年ぐらいかな。それは何？我流で勉強して覚えたの？そうそう、コロナ禍の時よ、緊急事態宣言になってね。資格とかないもんね。でもしないないない、師匠もいい日にゃん。そうそう、だから YouTube で独学でやってたらハマっちゃって一つについちゃったのね。そのじゃあ俺でもできるってこと？あ、やってみなよ。勉強したら、うん、本横に置いてやってんの今。見ながら。もう見んでもいける？もう見ない方がいいね。最初は読んでたけど。見んでも分かるんだったらこのカードはこうだ。うん、今見ない方がもうパッて直感で言葉出てくるから。でもさ、あれそれってさ、一回やって、うん、もう一回組み直してもう一回やったら変わるやん、カードの出方。でも組み合わせによってお告げって出てくるんだけど、そうそうそう、やっぱりね、8割か9割は被ってくんね、やっぱり。そうなの？占ってほしいな。じゃあ俺ら今度家行っていい？いや、家呼ぶのめっちゃやだ。なんか会議室とかどっかでやる。ここでもいいけど、ここでも。いや、でも取ってきてよ、じゃあカード。近い？うん、なんでそんな、今。今やん。じゃあ俺ら占い好きやね、うん。あ、まあね。俺3月からめっちゃいいって言われてるね。それほんまか。何の占い？タロット。タロットやるの？やってない。じゃあ他の人が。他の人の YouTube 見て。
だからそれがほんまにそうなんか。それで星座のやつ？あ、そう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 。何座？水亀座。あ、やだ水亀なの？じゃあ相性合うわね、ここ。どういうこと？なんで？同じ属性。水亀？うん、双子。同じ属性だから。風って。6月やろ。あ、そう、5月末。そうそうそう。うわ。何座？サソリ。あ、サソリか。合わへん。いや、あの何も起こらない水とか。あの、水の属性、風の属性だけど、ここは何も起こらない。ここ起きるわ。俺知ってんねん。ここはね、もうね、もう相乗効果ですごいことになる。いや、ほんまにそう。今来い。だって今まで付き合った彼女全員双子じゃん。うわ、マジで長いこと付き合った。俺ずっと思ってんねん、それ。いや、あのね、ほんまにあるのよ。あんにゃ。え、マジの。これマジ。あるよね。私なんかさ、脱星なと思ったら大体土星座だから。いや、これはほんまやわ。あるんだよね。そう、私もだからタロットやってて、嘘、同じでみんなと同じ気持ち、嘘嘘と思ってた。こんなカードでトランプじゃんみたいな。そう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 。トランプより先にタロットができてるのね、歴史紐解いたら、ね、でもそれは、え、同じ男性同士でもいいってこと、うん、水亀と双子は。あ、確かに確かに。うん、お、ね、男女関係なくってこと、うん、恋愛とは別だから、人としての相性だから。一緒に寝たりできる俺と。あ、でも旅行とか行ったら一緒に寝れるかもね。なんか自分の部屋だとちょっとあれだけど。え、こういう寝方やで。いや、仲良くなったらやっちゃうかも。これは仲良く、うん、仲良くなったらね。いや、まだほら、まだちゃんと喋るのさ、ね、ちゃんと喋るの今日初めてじゃん。どっちも、よう向き変えんな。いや、どっちも喋ったらいい。デイジースカート履く？あんま履かないけど、あ、でもね、タイトスカートのロングは履くかな。ここどうなん、スネギはどうなってるの？え、だってさ、もともとそんなに履かない、履えない。綺麗。もともと履えないから、たまにロング、たまにこちょって感じ。あ、まあまあまあ、綺麗綺麗綺麗。ほんと履えない。色白やん。女の子やな、肌。そうだね。綺麗綺麗綺麗。でもね、これね、あの男の子の体の時からあんま生えないのよ。あ、そうなんや。ちょっと女性ホルモンよりやったかな。分かんないけどね。脇は脇見してよ。脇は恥ずかしいよ。個人的に、ね、なんで公園で脇出すの。S か M どっちなん？ちなみに。私相手によるんだよね。合わせるってこと。変えんよ。ニュートラルっていうらしい、そういうやつ。そんな。相手によって変わるのよ。俺 S やったら M なんてくれるってこと。そう、なんか相手が興奮してるの、好きな人がね、興奮してくれると嬉しいから。あ、なるほどね。変わっちゃう。キス。いやだね、本当にマジさ。これ髪の毛地毛やん。これ地毛です。はい。可愛らしいな。ね？可愛らしいな。可愛いな。あ、そう。うん、ね、なんかちょっとこういうチャンネルだったっけ？そう。嘘。ほんまに。本当？切り替えてる。切り替えてね。え、でも私2人のことあんま知らないからね。俺もこれから知っていったらよ。大阪なの？大阪じゃない、京都。京都か。こっちは？一緒。高校の鳥山。あ、高校同級生。そう。どこ出身？出身は荻窪なの。パラダイじゃなくて。タロット占いする？じゃあ。どこでもいいやん、あんなんやんの。まあね、もうあの、なんかレジャーシートかなんかでバーってやろうか。そんなすぐできるもんなん。うん、ね、こうやってバーって。まあね。ちょっと取ってきてよ。いや、私占い興味ないかと思って。めちゃくちゃある。めちゃくちゃ占い。俺が特に大好き。じゃあまたそれはその回でやってよ。あ、で、あ、ね、あ、いいね、いいね。デイジーのさ、そうそう、簡単。デイジーの YouTube 出してよ、俺ら。あ、そっか、いいよ。そう、デイジーの YouTube で。うん、あ、で、占ってよ。うん、あ、でもいい、じゃあ逆でもいいか。あ、逆でもいいけど。いいよ。うん、なんかまたここら辺で集まってやるか。それでもいいよ。うん、もう返しますよ。いやだ、ちょっと。あんまりやんないんだ、これ。調子乗らないへんか。自分が調子乗らないへんか。いやだ、ちょっと。あんまりこういうことしないから。田中の方に足乗せてこう。ねえねえ、やだ。ねえねえねえ、どういうこと？本当にやだ。え、めっちゃはずい。硬いよ。え、めっちゃはずい。万歳して、万歳。あー、本当にやだ、怖い。女の子や、マジで。やめてよ。かわいいな。ちょっとほんまに。リアクションがかわいいよね。ちょっとほんまに。キスだけしようよ。やだやだ。なんでキスだけ？かわいいな。いや、かわいいつもりないんだけど。え、どういうつもりなんじゃん、逆に。可愛いつもりないってどういうこと？いや、楽しいことやってるだけで別になんか、ちょっとでかいからね。え、でも可愛いって言われたら嬉しくないの？嬉しいやろ。恥ずかしいの。え、私意外と顔じゃないの。私結構好きな人にできると、友達に、うんうん、え、デイジーさ、本当にこの人って言ったら確認されるもん、写真だけだと。芸能人で言ってよ、どんな人が好き。あ、確かに。あ、でもあの人好きは、あの、誰？森岡さん、森山さんだ、森山さん、あの、芸人に言ったら。あ、いや、ナオトルじゃないよ。あ、ぽっちゃりしてる。まあ、見取り図さんの。見取り図のラーメン。ああいう顔は好きよ。だから結構意外とそんなにイケメンじゃない。そうね。うん、ちょっと脂っこい。こいつっぽいよ。そう、なんか私ね。ちょっとちゃうな、なんか。牛っぽい顔っていう、なんていうの。わかるわかるわかる。今でももう恋愛する気ないんでしょ。いや、そんなことないよ。ない、あの、いい人いたらしたいんだけど、うん、私が今ちょっと高飛車でさ、うん、俺めっちゃ頑張ってるの、うん、じゃん、うん、自分でもなれたけど、バイトして YouTube やって、ね、芸人やってってなった時にそこに男が入ってくると、うん、あ、そうか、本当に、そう時間がね、避けへんもんね。
だしほら私人間だから結構さ、うん、なんかイライラしてる時とかにさ、うん、当たっちゃう可能性あるじゃん、恋人と。そういうの分かってくれる人じゃないと無理だよね。もうネタはどっちが作ってるの？相方半々。ああ、もうじゃあ2人で作るみたいな、うん、模索中。なんか何が何のネタしてるの？漫才コント漫才コントだとほらもう人がもううるさいからさ。どうなん、その調子っていうか受け具合はいい方なん？なんか分からんけど受ける？なんかね、あの、うん、オーディションには引っかかんないけど、うん、ライブでは人気もらえるけどって感じだから、オーディションにかかりたいのよ。引っかかりそうやけど ね、 そうね。じゃあゲームに勝ったらキスしていい？え、なんでそういうゲームすんの？ あっち向いてほいで、うん、私の利点ないじゃん、勝っても。勝ったら勝てばいいじゃん。勝ったらじゃあほっぺにする。ほっぺにする。ねえねえ、なんなの、どっちにしろ負けじゃん私なんでやねん。いや、こっちよ。じゃあそっから始まる恋もあるかもしれない、うん、なんビクビクしてんの人生、恋。そう、ノリで生きてきた言う割にはノリが悪悪いの。急に乗らへん。そう、急にさだ波や。今までジェットコースターの人生やったのに、うん、俺が勝ったらじゃあ、じゃあ俺が勝ったら俺とキスで、デイジーが勝ったら田中とキス。ねえねえねえ、本当に意味やな。両方罰ゲームやのね、うん、デイジー地獄やもん。本当だよ、右も左も地獄や。え、で今後はどうするの？どうしていきたいの？将来の夢ってあんの？テレビ出たいなって。もうテレビ出て自分らの番組持ちたいみたいな。そうそう、あれはもしタロット跳ねたらどうすんの？もう芸人持ってく。え、芸人もやるよ。あ、やるんや。その可能性もあるね、タロットで。タロットでもしかしたらちょっと有名なデイジーチャンネルが例えば10万、うん、100万になって話題だ、うん、それはあるわ。でもなんかさ、ほら、うん、占い師の方でも芸人やってますでやってるから、うん、やっぱ切り離してこないとか一緒。あとほら、あの 占いをやって、例えばさ、自分の経験で喋るじゃん、私もこういう経験したと、うん。その時にほら、やっぱり芸人やってるからこそ言えることもあるし。まあそらそうね。あと、未来のことも言えるわけよ。うん、あ、じゃあここでこういうお告げが出たんだって、私試しにやってみるよって言って。なんか舞台立ってやってみるよとかさ。ちょっとほんまに占ってほしいな、うん。じゃあでも俺がいいのはできへんな、タロットで絶対。そうね、関係ないの？関係あるよね。関係あるね。あんの？なんで急にテンション下がってんの？違う違う、普通のテンションだったごめん。関係あるよ。あ、そうですか。あるごめん、なまっちゃうんだよね。どこ？え、で大木くんってなまりないやん。ないの、あの沖縄なまりになっちゃうの。なんで？映ったってこと？沖縄タウンがあるから、私の地元に。沖縄タウン、そういうことか、商店街がってこと、うんうん、お、沖縄の人ばっかりがいて。そうそうそう、杉並区って沖縄県民が一番多い区なの、23区。そうなんや、へー、うん、知らんかった。へー、で沖縄弁が混ざってしまうと。そう、なんかちょっとね、うん、酔っちゃうんだよね。うん、で酒も強い泡盛り、うん、ベッドサイドに置いてあってさ。え、お酒強い、めちゃくちゃ飲むの？うん、そういうわけじゃないけど、今寒いから、うん、ちょっと一口二口飲んでちょっとポッとしたら、うん、そのまま寝て、でコップに置いとくとさ、蒸発してさ、殺菌になるみたいな。うん、なんかもうずっと泡盛り。知らんかった、そんな。そんなことがあるね。まあまあ、わかんない、沖縄人の信じてるだけかもしれない。あ、まあ本番とかわからんけど、そういう効果あるよみたいな、うん、なるほど。でもみんな言うよね、この時期なんか寒いって夜寝つき悪いって言うと、うん、雨漏り飲むときみたいな。へぇ、うん、あのインフルエンザって流行ったりすると、うん、雨漏りとかはね、本当にね、あの空気清浄用に置いとくのよ。へぇ、初めて聞いた。そうで、それしてるよって言ったら、この沖縄のね、うん、人に会ったら、あ、それはね、デイジちゃんや、本当にね、いいよって聞くと思うよって。へぇ。